下谷川圭介11月18日から1980年3月18日は、日本の声楽家音楽教育者。藤原歌劇団創設メンバーの一人、二代目、総監督。現、学校法人東成学園の創立者。高知県高岡郡佐川町出身。1926年東洋音楽学校本科、声楽科卒業。矢戸部圭吉。 ベルッティに指示。1930年、下谷川圭介声楽研究所を創立。ボーカルフォアに参加。1934年、藤原義恵と共に、藤原歌劇団を創設。同団創設後はその中心メンバーとして、カルメンの闘牛誌役など多くのオペラに出演している。1940年、東京市淀橋区に、東京生、専音楽学校を開設。 校長就任。九百四十五年戦災により校舎消失。九百四十七年夜間部の授業を復活。九百五十二年東京都新宿区大久保に校舎が完成。九百五十八年学校法人東京生。千音楽学校認可。理事長就任。校長兼任。県九百六十九年に学校法人東成学園に解消認可。 神奈川県厚木市に昭和音楽短期大学開学学長兼任。1972年、藤原芳江の移植により、藤原歌劇団二代目総監督に就任、成居時までその地位にあった。1976年、下屋川賞を創設、同年日音楽協会会長就任。1980年3月18日成居。79歳没。 息子は、財団法人日本オペラ振興会創設者で、藤原歌劇団元代表、学校法人東成学園理事長、公益財団法人日本オペラ振興会場無理事の、下谷川京介。ありがとうございます。